こんにちは、企業明細です。今回はね、交通量調査のバイトすら落ちた無能コミュ障ということで動画を撮っていきたいと思います。僕ね、大学2回生か3回生の時か、忘れたんですけどね、交通量調査のバイトに応募したことがあるんですけどね、電話で応募して、とりあえず説明会の方に来てくださいということで、説明会に行った後で、その説明会を受けて、その後交通量調査の仕事を後日するっていう形だったんですけどね。交通量調査のその説明会に行って、説明会は3人ぐらい応募者が来てて、担当の人が1人いるみたいな感じで、どこでやったのかはもう詳しく覚えてないですけど、そのどっかの部屋というか一つ部屋があって、そこで説明会が行われたっていう感じなんですけどね。で、内容としては、一応その交通量調査のその当日の具体的な流れとかを一通り説明を受けた後に、模擬的なというか、実際そのカウンターを使って、乗用車とか、大型、詳しいことは覚えてないんですけど、乗用車とか大型貨物だとか小型貨物だとかバスとか、バイクだとか自転車とか歩行者を、カウンターで、計測すると、そういうモニターがあって、その自転車が通ったり、乗用車が通ったり、大型貨物が通ったり、バイクが通ったりっていうのが、モニターで流れるので、それを見てそのカウンターを押して、計測していくっていう、その当日やる、実際その交通量調査やる時と同じような感じで、3人で、その応募者3人で、やるっていう、感じだったんですけどね。で、その時ですね、実際その動画というか、そのモニターに流れている文っていうのは、もちろんその正解というか、どういうカウンターというか数になった正解っていうのがあるので、その応募者3人がそれカウントをするわけですけど、で、他の2人はそのもうほぼ同じような値で、ほぼその正解っていう感じだったんですけど、僕だけね、もう全然そのカウントされている値が違うという感じでね。で、その時にね、その担当者みたいな人が呆然としてたというか、無言にちょっとなってたのでね、もうこれ僕ダメだなと、落ちたなと思ったんですけどね。案の定その後、採用されてた連絡が来るっていうことはあったんですけどね、連絡も来ず、落ちてましたね、結局。で、それで結局交通量調査のバイトはできませんでしたね、その時は。それから結局交通量調査のバイトは応募してないんで、一回もやってないんですけどね。ネットとかで見ると、交通量調査のバイトは結構楽で簡単って聞くので、あんなバイトすら、あんなバイトって言ったらあれですけど、それすらも受からないというか、うまくできないんだなっていうふうには思いましたよね。確かにそのモニターで流れてくるその乗用車とか自転車とか、その大型貨物とかバスって結構その速い速度が速かったんでね、結構追いつくのが大変だったんですけど、他の2人は結構余裕でというか、
まあちゃんと初見でまあ計測できてたので、まあ地味にショックでしたよね、その時は。全然自分がそのそういうのすらできないのかみたいなのはありましたよね。はい。でまあまあその時まあ僕はまあ交通用調査はまあ向いてないなと思ったので、まあまあ多分今後も二度と応募することはまあないでしょうけどね。まあちなみにその時そのなんでその交通用調査のバイトに応募したかっていうと、まあこれは理由を覚えてるんですけど、まあただ単にその楽そうで、まあある程度その時給がまあいいから応募したっていうことなんですけどね。まあなんかでもあのアルバイトもなんかそのプラカード持ちとか、ああいうの不動産のプラカード持ちとかと同じで、あんまりその月になんか何十日って入れるようなバイトじゃないみたいですね。やっぱりネットとかで調べるとそんなにやっぱり何日も入れるようなバイトじゃないので、まあ副業としてやるようなまあ感じみたいですね、やっぱり。はいはい。まあ今回はその交通用調査のバイトに落ちた時のまあ話をしてみました。はい、終わります。